まあ、見どころはやっぱり遠藤憲一さんのですね、開演はさておき、一つ一つの役をやって楽しんでるかっていうところを見ていただけると、まあ、今回嬉しいかなと。ね、青い空ちゃんが見て、やきもち焼いてくれるような作品だったらいいかなと思っております。そっち方向なんですね。はい。気持ち焼くんじゃないですかね。ね焼いちゃうんじゃないですね。か。はい。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、はい、青木さん。そうですね、もう本当、企画立ち上げから考えたらもう10年ぐらいのシリーズなんで、まだ作品としては3作目なんですけど、10年やってるっていう感じの、まあ、今一番新しい形が出てると思うんで、ぜひ見てほしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、締めに遠藤さん。これ4年後やるやらない別にしても、とりあえずはこれハードルのすんごい高い作品なんで、小助さんとはもう本当同級生なんで、こういうボルテージをいつまで保っていけるかをこうテーマにしながら、いつもこの横目にこの炎上交際撲滅運動見ながら、自分のなんかエネルギー緩んだなと思ったら必ずここを思い出すような作品にしていきたいんで、52でもう一回やれたらすごいな、自分を褒めたたえたいみたいな。そんな感じです。